おはようございます。今日も元気に頑張りましょう。響野高校の庭に立つ時計台、その頂上にある鐘の伝説。卒業の日に女の子から告白をして、鐘の音が響いた時に生まれたカップルは永遠に幸せになれる。僕のこの気持ち、やっぱり彼に伝えよう。当たって砕けろだよね。ここにいると落ち着く。そうだね、静かだし。でもちょっと寂しくない？私は平気。そっか。そうだそうだ、ねえ、カラオケとか行こうよ。そういうの好きじゃないから。それじゃ。ああ、待って待って、なんか面白いことしようよ。そう、仕方ないわ。